いやでも面白いですよ。なんかいろんなデッキ使って、なんか効くかどうかみたいな。課金制度がないですから、その分安心ですしね。そうね。まずは、片手で滅ぶし。残念。同じことを考えていたんですよ。じゃあ、両手で滅ぶしと見せかけて、残念。聖剣好きですよ、ここはね。じゃあ、ダメ押しのピンタ。滅ぶし。よっしゃー。いただきました。じゃあ、ここはじゃあ、先行は譲りますよ。小学生のじゃんけん言うんじゃないよ。誰が小学生？二人とも成人なんだからやめなさいよ。あれだろ？ちょっと待って。何何何、ね、どうしたんすか？なこれ、手札積んでるあれ向こう絶対。手札今積んでるあれ向こう、やべえよ。なこれ、ほんとひでえひでえ、はい、ありゃりゃりゃ、はい、すいませんっつって、うおー、いきなり点検チョキや運営的な。はい。嘘、耐えんの？なんすか？びっくりしたちょっと。できることはない。じゃあどうしよう。とりあえずここはじゃあ一斉、どうせ攻撃でき、あーでもまあちょっと待った方がいいかこれは。一応じゃあ2枚伏せて。僕はターンエンドです。ウィーザマー的なのそんなノリ。ちょっとまずいかな、少し。モンスターカード来い。モンスターカード来いって。来ないんかい。来ないんかい。マジの守備がちょっと、泣くぞ俺。事故ってますか手札。ええ、かなり。うわー、ドロー。待ってた。だな、中学生チックだな、笑。手札一枚を捨てて、よいしょ。クイックシンクロン、守備表示で特殊召喚。でだ。で、ここは、ジャンクシンクロン、通常召喚。効果発動、墓地にいる。うん。あ、強制シャットダウンされた。あ、大丈夫ですよ。ジャンクシンクロン、次やろ。はい。ジャンクシンクロン、効果は発動。墓地のレベル2以下モンスターを特殊召喚します。ドッペルウォリアー、カモーン。えい、私のために一体を残しておこうっていう気はないのか。すいませんね。特殊召喚、ここはとりあえず無難な感じでいきますか。こっちか。ドッペルウォーリエン、ジャンクシンクロンをチューニング、集いし願いが拳に宿り、光さす道となれ、シンクロ召喚。ジャンクウォーリアーです。はい、今の言ってて恥ずかしくなかった？いや、すごい恥ずかしいです。言わないでください、できればそれに関しては本当に。やめていただきますか。本当想像以上に恥ずかしいんでこれ。え？じゃなくてやめて、やめて、もう触れないで。え？はい、まだ終わりませんよ、僕のターンは。アンダーなの、早く残せ、はい、待って、モンスターカード早く引かなきゃいけないんだから私は。ジャンクシンクロン特殊召喚、実際に言ってるやついいんだ、マジか、それは恥ずかしいな。インターネットで顔が見えてないからまだいいとして、はい、では、はい、5枚もなっちゃったよ。ドッペルウォーリアー、あ、間違えた、ドッペルトークン2体にジャンクシンクロンをチューニング、チェンジアクセルシンクロン、シャキーンと、ね、さっきのなんちゃらなんちゃらってやつ言わないの？ね、思いつかなかった。正直なところ思いつかなかったっすよ。あ、そう、じゃあしょうがねえ、はい、じゃあ僕はここでターンエンドです。はい、よし、やることはやった、もう満足。さっきのやつ言ったから、はい、もうまあ、はい、言えたんで満足です、ある程度は。よしかー。やめろー。よしよし、来た。なんだと、そうはさせるか、神の宣告だ。バーン、ライフを半分払って無効にしますよ。テレビの電源が切れてる。大丈夫ですか？
あ、はい、ホラさんわかりますおー。あ、ちょっと待って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 、それはダメ。俺、もうえ、俺のライフ4000は知らん。あー、もう仕方がない。はい。アクセルシンクロンの効果発動します。はい、じゃあちょっともう一回ちょっと痛いことやらせてください。いきますよ。ジャンクウォーリアーにアクセルシンクロンを。アクセルシンクロン集いし願いが拳に宿り、鋼を使う、鋼を食った召喚。ちょっと。え、何どうした、何でもないです。アクセルシンクロしましたよ、と。はい、どうぞ。うん、はい。わあ、よし。わあ、一応4000払ったのは無駄ではなかったよな。あ、やべえ。表が終了し。あ、必ず攻撃しなきゃいけないんだ。あ、じゃあほっとけば自滅するな、あれ。あれだって、あ、そうね。そうですね、なんでちょっと。どうしようかな。まあ、ここはじゃあ、向こうの自滅を待ってターンエンドしましょう。はい。まあ、そもそも攻撃できないんでね、この状態じゃ。うん、ドローン！いいか。うん。さあ、どうだ。邪魔をします。邪魔します。はい、まあ、さくやさん、また遊びに来てくださいね。あ、うん、出た、このパターン。はい。ね、もう、ホラさん、残念。こいつ、レベル10なんですよ。あ、だめだ、戦闘では、あ、いけるか、これ。あー、1000ポイント、もう上がったか。次、シンクロ勝負しようぜ。シンクロ勝負、なるほど。ちょっと、これは、どうしようかな。じゃあ、一応、はい、貪欲な壺を発動。はい。あ、私。え、誰ですか、うん、カートさんとやろうね。私、俺がじゃ、俺が間違えたってことね。ごめんなさい。よいしょ。シンクロなんちゃ知らないよ。あ、そっか。失礼しました。最近のルール知らないの。ホムラさんって言ってる。ごめんなさい。どうしよっかな。サテライトキャノン倒すのもいいんだけど、うん、どうせだったら、ちょっと見てみたいっていうか、光の5風剣。あ、で、ターンエンド。3ターンの猶予あげますよ、このアリア。はい。おう、どうぞチャージしてくださいよ、精一杯。うん。じゃあ、チャージさせてもらうわ。やべ。ちょっと。あ、そうか、3000だと合格になっちゃうのか。まずいな。ナメプ入りまーす、なんて。あ、どうしよっかな。あ、どうしよっかな。どうしよっかな。嫌な予感が。いやー、攻撃できないから。3ターンだけ待ってやると。みんなには見えていないコメントだよ。これね、うかくん、ちなみにね。はい。私、ゲームじゃない紙の勝負でね。はい。紙の勝負ってもおかしいねとか。はい。普通のカードの勝負でね。はい。攻撃力1万まで貯めたことある。なんすかそれ。え、このサジレタキャノンですか。そう。何があってそんな。へぇ。どうしようかな。じゃあ調律でジャンクシンクロの手札に加えます。3ターン待ってやる。3ターンとお前の首はない。だってで、どうするか考えてなかった。だって向こうが光の5風剣2枚出しとかしてくるから。あ、なるほど。じゃあここはターンエンドします。はい、何もしないでおこう。何攻撃してこなくていい本当に。どうしよう、これはこの後。せめて、裏シビモンスター攻撃する、しときゃよかったかな。はい、どうぞ。はい。あ、やべ。あ、そっか、3ターンところの話じゃねえ。やばい、普通に逆転される、これまずいな。え、てか、ウカ君は攻撃できるんでしょ？そうなんだよ。攻撃しとけばよかったんだ
しまった。あ、でももうこれで勝てねえじゃん。一応じゃあクイックシンクの手札に加えて、どうするかだな、これ。この後もう畳みかけていきますか、一気に。そうそう。いきます。じゃあ、手札1枚を墓地に送って、クイックシンクロン特殊召喚します。はい。どうなんだっけ。そして、どうしよう。ここは無難に。ほい。ジャンクシンクロン。はい。召喚効果発動レベル2のモンスターを持っていきたいと思います。シンクロンエクスプローラーカモン。そして、レベル5モンスターが揃ったのでめんどくさいなもうバンバンいきますよ。もうこうなりゃどっちに行こう。もう1体のアクセル、ウォーリアーじゃない、アクセルシンクロン出します。はい、趣味表示で、今のところできることはもうこれでだいぶなくなっちゃったな。効果発動でそれで12にすんのいいんだけど、あ、待って、じゃあデッキ見ます。なんかあったか。はい、ブブってあのほら今その手は握手だよえいやいや、その手は握手じゃねえの、ブブって言われて何ですかね。ああ、でもどうし、サテライト。バトルフェイス。もう、今のうちにサテライトぶっ、あ、でもいいや、こいつだ、はい。おやしみモンスター先に倒す。どうせ攻撃されないんだし。うわあ、ちょっと待って待って待って、聞いてない聞いてない聞いてない。ダメ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 。あ、やべやべ、これ積んだか。なあ、もうそのパターン。ちょっと待って、そのパターンダメだ。そのパターンはダメだ。ちょっと待って、うわぁ、やめろ、やめて、やめて、ダメ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 。あれ、あ、はい、じゃあ墓地のスターダストウォーリアーの効果発動していきましょう。どうなんの。はい、エクストラデッキから、シンクロモンスターをシンクロ召喚扱いで、特殊召喚できます。ということで、ジェットウォーリアーの効果発動。相手フィールド上のモンス、あ、カード1枚手札に戻します。さよなら。チャージゾーンといったところでしょうか、これは。じゃあ、ジェットウォリアで裏モンスターを攻撃。ワーン。大丈夫。危ね。で、どうしましょう。メイン、メイン2アクセルシンクロン効果発動します。あ、間違えた。あ、効果発動して、あー、やっちゃったよ。まあ いや、レベル下げとこう。そうだね。筒の上にミラホはダメだね。うん。な、危なかった、でも。あれ、ダメージいかないんだね。なるほど。よし。一つ学べたからよしとしよう。うん。で、ターンエンドします、ここは。ミラホで破壊されるから筒の対象なくなる。ミラホで破壊されるから筒の対象なくなる。なるほど。じゃあ今のはリアルで命拾いしたわけだ。あ、やべ。あ、おー、ちょっと待って待って、それ聞いてない、それ聞いてない。聞いてない。ダメ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 。やばいやばい。待って待って待って。あ。あ、わらわら。はぁ。いや、まだまだ、まだ光の5風源があるから死なない。大丈夫、多分大丈夫。よかったね、加藤さんがバカで。本当ですよ、ギリギリ、本当ですよっていうのも失礼だけど。これはやだな、はい。ゴブリンバーグ。召喚、はい、効果発動、はい。守備表示にします、はい。特殊召喚するのは、はい、こちら、ジェットシンクロン。いきます。レベル5揃ったので、いきましょう。2体目のジェットウォーリアー。シンクロ召喚します。こう何度もやるのもいかがなものかと思ったんですけども、こうなったら、やけくそです。行きますよ、行けるところまで。で、効果発動。手札に戻させていただきます、相手のカード。マジで言ってんの？生贄なんてそうはさせるかと。そして墓地のジェットシンクロの効果も発動と。
シンクロンモンスター1枚手札に加えます。あれまさかこれあれか、むやみにチェーンが重なると、ああよかった、処理が重くなって切れちゃうってパターンなのかなちょっと思ったんですよね、もしかしてですけど。ごめん、今のは私のせい。ああよかった、わかりました。じゃあ手札へ行ってもらいますよ。おかえりおかえり。ここはどうしよっかな、普通にじゃあアクセルシンクロンの効果レベル下げます。間違い、今さっき実を言うと間違えてたので、どうしようかな、とりあえず3下げて4の5だ、違う、もう一回2、はい、これで OK で、それでレベル5モンスターシンクロします。あのこのレ、はい、その白い5っていうやつがレベルなの、はい、そうですね、はい、んあのまあ なんというかシンクロ、あのなんだっけ、確かタイトルのとタイトルってか、あのメニューのところになんかそういう方法みたいな感じのがあるんですよ。んー それを多分見れば、あちょっと待って、聞いてない、うん、聞いてない、ちょっと待って、いやー、2枚目のミラホかよ。じゃあ一応スターダストオリアン効果発動してみます。になりました。エクストラデッキからじゃあジャンクシンクロン出します。殴ります、ジャンクシンクロンで。くっすー、次にこれは防げない。まあガラ空きですしね。このダメージ計算直前でフィールドを確認しますかって いらないっすよ ね、うん、出さないようにすることできねえの、どうなんですかね設定。なんかこうオフライン的ななんか感じやつはできるんですけど、オンラインだともしかしたらできないのかもしれないですね。ちょっとこいつを出して、これをちょっと発動して、うっあ、低いだからよかった。そっちか、危ねえ。終了まであと2分になりました。でこれでもうできないかな。ねえ、なんでさ、このリビングデッドの呼び声いつまでも残ってんの、はい、このカードはこのカードがフィールドから離れた時にそのモンスター破壊されるんですけど、あの破壊っていうか、あのモンスターあ破壊される、破壊というよりかは素材となって墓地に送られたということで破壊ではないみたいなんです。あ、そういうこと？破壊と墓地に送るって違うみたいですよ、意味的には。え、じゃあうかくん今この無駄にあるリビングデッドの呼び声は、はい、一つそうですね、場所を潰されてるって形になってますねとんでもない感じです今だから。まあそう、うん、じゃあ一応ジャンクシンクロンこう、ああ発動しなくてよかったかな、まあいっか、はい、疲れたお茶飲もうってね、ごめんね、で終了まであと1分になりました。はい、ワコ、はい、ワコというわけで、これはカスト君かな、違う、ハヤト君か、ゆっくりしてください。じゃあさっさとちょっとバンバン進めていきますよ、一気に。どうぞ。はい、うん、オン対戦、アドホックパーティーっていうやつでやってます。それでうまくできてる感じですかね今。便利な世の中になりましたね。もうそうですね本当に。で、どうしよう、はい、はい、いきます。3度目のアクセルシンクロいきます。めんどくさいんだけどあーそうか、もう次はか、あーめんどくせえな、どうしよう、ちょっとごめんなさいね、正直俺もこんな長いデュエル久しぶりなんですよ16ターン、本当ですよ、もう
とりあえずなんか俺も久しぶりにこのゲームを買って予約したんですよ。そういう召喚の方法みたいな。だからなんかこう、それまではやっぱついてきませんでしたね、マジで。本当だ。あ、すげえ。いいなっていうか、当てたんすね、本当に。すげえ。かわいい。はい、ちょっと自慢したもん。はい、じゃあ画面、じゃあ行きましょうか。テルダのカード1枚墓地に送って、ジェットシンクロン特殊召喚します。そして、はい、フィールド上行きます、一気に。はい、4体のモンスターでシンクロ召喚します。せい！ジェットウォリアー。あ、倒しきれない、これ。一応効果発動しておきましょう。さて、次のターンであの子が来てくれればいいんだけどな。一旦倒しきれんかったか。バトルフェイス3000パンチ。うわあ、ちょっと残った。おい、2100パンチ。で、じゃあターンエンドです。はい、さて何が来る。てかデスティニードローできねえんだけど。ないんですよ、あのオンラインって。あ、そうなの。はい、あ、負けた。よし。はい、もう適当に殺しちゃって。はい、あくチョップマン。夏。はい、はい、どうぞ。あ、こっちから殴りに行けばよかった。ないっすけど、じゃあドローで。じゃあ、いただきますよ。ほい。さっきのバトルはな、勝ってたと思うんだけどな。そうなんですよね。スターダストナックル。多分、昔のない手法で、引っかき回せばなんとかなるんですよね。もしかしたらですけど。うん。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。